これできますか。はい、こんにちは。ご視聴ありがとうございます。リラクエアの花澤です。おかげさまでリラクエア動画の総再生数2200万回を突破しました。ありがとうございます。チャンネル登録者様もですね、もうすぐ2万3000人、あと110人ぐらいなんですけど、今ただいまなっております。ありがとうございます。おかげさまでリラクエア自体の方もお客様はたくさんいらしていただいておりまして、現在確定予約ですでに41件入っておりまして、2、3週間先まで入っているっていう風になりました。たくさんの方にいらしていただきましてありがとうございます。これからもよろしくお願いします。はい、で今回ですね、腰椎1番から5番の役割と関連する臓器っていう記事ですね、ブログで、そちらがずっと結構人気の記事で動画にしてみようかなと思いまして、模型買いました。この仙骨のに乗ってるのが腰椎5番です。で、その上4番、その上3番、その上2番、その上1番。本来肋骨とかついてるんですけど、あの背骨だけの模型なので、この骨盤とくっついているこの神経が出てる、ここの三角の骨、仙骨の上についている5つ、これが腰椎、ランバーで L5 っていう言い方もするんですけど、それぞれの動きがあるんですね。1番はお辞儀など前後の動きで、胃や腸、ストレスに影響を与えています。で、2番が側屈など左右に動かす、肺や代謝に関係しています。で、3番ゴルフやテニスの回旋、腎臓の支配、この3番から出てる神経が腎臓を支配していると。で、ここが機能しないと血流や血圧の機能低下を起こしますと。で、4番が L4番ですね、腰椎4番、じゃあこちらも L2 と同じで側屈、生殖器官を支配していてホルモンに影響します。で、腰椎5番、上体反らしなど前後の動きを担っています。で、骨盤内の大腸、膀胱、泌尿器系ですね、デトックス機能に関係します。動きが悪いところがあるかどうかを簡単にチェックできますので、実際にやってみます。では1番5番のチェックする方法ですね。これできますか。左の肘と右の膝は高く上げます。で、これをやる際に上体が倒れないように注意します。この状態で前を向いて肘と膝をつけます。反対も行います。こういう形ですね。こういう形ですね。こういう風になっています。対角線上に肘と膝をくっつけます。膝をなるべく高く保つことと、反対も行う。それから上体が倒れないように気をつけてください。では2番目ですね、側屈など左右に動かします。 L4 もそうですね。側屈っていうのはこういうふうに、この脇腹を伸ばす感じですね。これを左右行ってみてください。この動きがやりづらいっていうことでしたら、 L2、L4 が良くないというふうに思われます。残った3番ですね、はい、腰椎3番、ゴルフやテニスの回旋、このように座った状態の時にこう振り返る、この腰から振り返る、首だけとか体ごとではなくて、足はこちらに向けたまま腰で振り返る、こ
これを左右できるかですね。これを見てみてください、まあ、これ以外も、まあ、こういうひねる動作ということですので、まあ、ゴルフですね、テニス、ゴルフ、こういうひねる動きがしづらいという場合には腰椎3番が良くないという可能性があります。ご視聴ありがとうございました。気に入りましたらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。 See you.